はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ前回の続きからやっていきたいと思います。まあちょいとレベルを上げたのでといっても2くらいですけど、中継地点2から先へ進んで雨のところですね、先にどんどん進んでいきたいと思います。敵はね、相変わらず強いんですよね。レベル上げしてた時はもう必殺技ガンガン使っていけたんでいいんですけど、温存しつつ進まないといけないっていうのが、うこのね視界が悪くなったもね最悪なんだよな。おお、当たった。とりあえずレベル10かな。仮面ライダーダブルのレベルの上がりが早いんですよね、なぜか。この上げ早見がね鬱陶しい。おお、感染した。80。回復させるか。この先だな、まだ未知の領域は。おお、始まった。電源が落ちている。どこかにあるスイッチを操作する必要があるようだ。なるほど、スイッチを探し出さないといけないのか。新しいやつが出てきた、このコウモリ男。うつへへ、やばい、死ぬ。その割にはなんかあんまり経験値持ってないな。ウルトラマンメビウスよりやっぱりゼロの方が使いやすいかな。ウルトラマンゼロは相当強い気がする。またこの組み合わせか。強い、こいつの攻撃が強い。クモ男、こいつと戦うとだいぶ消耗するな。どっちから行くか。外壁から攻めよう。ん？これはつながる？お、なんかある。スイッチっぽい。いって集中攻撃を食らった。1回の戦闘につき必ずなヒールを使わないといけないっていうところがきついな。電話みてえだな。え、これで終わり？電力通ったの？もう一個あるとか？あれ、ここも繋がっただけだな。あれ、なになになに？今のは何が起こったんだ？全然わからん。ダブルのマジックパワーが減っていく。まあ、マジックパワーっていうか SP。 お、開いてる。あー、でも奥も開けないといけないんだなーってことは、ここは何もないか。ん、あっちに道があるけど、まず外壁から攻めよう。お、先手、よし。先手取れるとだいぶ楽だなー。多分ノーダメージでいけるはず。よしよしよーし。ダブルがそろそろ上がりそうだな。ライフキット貴重だー。ライフキット何個あったっけなー。何？ここは特に何にもなしか。こっちに行かなければいけないか。いって100かよ。こっちと同じくらいのダメージ与えてくんな。でもダブルがな、もう上がるからちょっと使っとこう。レベルアップと同時に全回復するっていうのはいいっすよね。あれ？ここは雪で行けない。どういうところなんだ。あ、ここにもある。スイッチオン。オッケー。特に何にもないからな。うわー、不意打ちはきつい。マジきつい、このメンツの不意打ちは。どうする、どうするって言ってもな。バルカンを一回使うか。
お、あいつもしや回復してくるよ。いて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 、バルカン使うか。ヒールだな。強い、バルカン強い。バルカン9使うんだよな。ちょっと鍛えまくったかな、バルカン。こっちはいけないか、ちょっとこっちも行ってみるか。あ、いけねえじゃん結局。ってことは、あの奥に行って雪を解除するのが目的か。うん、なんとなく今の全体攻撃は弱かったな。これ全体攻撃が弱い傾向にあるな。前もそんな感じだったな、ロストヒーローズ2。前っていうか、ロストヒーローズ1の方が前なんだけど。さて、じゃあこっちの扉の奥かな。視界が悪くなったー。外したかー。 OK、 あと5。お、これはこれはやったー。セーブしよう。ちょっと下にしよう。よし、第2中継地点から第3中継地点は早かったな。なんかもう少しバランスを良くしてもらいたいものだ。お前ら待っていたぞ。よくも俺様の軍団を台無しにしてくれたな。だがしかし、神聖ネガタロス軍団が今度こそお前らを地獄に送り、地獄送りにしてくれる。キキ、あれ、こいつ普通に見たぞ。ギエーカマキリ男。フッフッフ。いっぱいいるな、また。しかも今回はこれだけじゃねえ。この俺様自身も生まれ変わるって寸法だ。ネガタロスは予備のライダーパスを取り出すとベルトにかざした。変身、変身した。フッフッフ。俺様はネガ天王、強さは別格だ。うおら、ピチッて。弱そう。なんてパワーだ。そんなパワーには、オラ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 。ジョータローか、思い知ったか。これが俺様の真の力だ。はははその時、待ちやがれ。おい、ネガタロス、てかこっちの方が悪役っぽいな。俺が来たからにはもう好きにはさせねえぞ。イマジンども、ふん、しつこいやつらだぜ。曜日のパスも返してもらわないとね。桃の字見したれ、後で変わってね。よっしゃ。桃太郎はライダーパスを取り出すとベルトにかざした。超悪役っぽい。俺参上。ふっ、電王か。電王、言っとくがな、俺は鼻からクライマックスだぜ。抜かせ、てめえらやっちまえ。行くぜ行くぜ行くぜ。挨拶代わりにとっておきをいきなり見せてやる。行くぜ、俺の必殺技パート1。普通の攻撃だぞ。よし、次は誰だ、かかってこい。先輩ばっかりずるいっすよ。わ、何すんだ、勝手に入れ替わるな。フォームチェンジしただと、おしゃくな真似を、構うことはねえ、血祭りにあげろ。こいつらは倒してくれそうだな。お前、僕に釣られてみる。おっと、ちょろいちょろい。ギャーン。ほな、俺の出番やな。痛いよ、金ちゃん。金ちゃん、乱暴だな。俺の強さにお前が泣いた。涙はこれで拭いとき。言わせておけば、てめえら何してんだ、早く片付けちまえ。誰が泣くか。はあ、通りゃ。うわぁ、ダイナミックチョップ。早く早く。しゃあないな。またフォームチェンジしようってのか。させるか、いけ。ガーッ。お、こいつかっこいい。お前倒すけどいいよね、答えは聞いてない。うわぁ、なんかあっけなかったな。くっ、もう一度立て直すか。俺様の悪の組織は絶対に負けねえからな。結局逃げてったか。あ、おい待てこら。カメ、リュータ、俺たちも行くで。もちろん、行こう行こう。ちっ、おい何ほうけてんだ、俺たちも追うぞ。
結局イベントがあって終わっただけだったな。奥へ行きますか。こいつらは雑魚だな。まあ攻撃は食らっちゃうけどしょうがない。経験値も少ないな。メビウスが上がったとだ。てめえら追いかけてきやがったのか。しつこいやつらだ。後でたっぷり相手してやるからな。覚えてやがれ。ネガデン王は何これ。ウサギのごとく逃げ去った。読めない。脱走の脱にウサギ、なんて読むんだろう。あれ、これは別に溶かすとかじゃなくてそもそもの行き止まりなのかな。後で行けるようになるんじゃなくて。うわ、超いっぱい出てきた。マジかよこれ。どうする。メビウスパンチでこいつやって、バルカンでこいつやって、いや火の属性は効かないだろうな。敵全体にランダムキック、敵全体がないな。痛い。こいつの攻撃が強いんだよ。バルカンはやっとこう。回復をしつつだな。これはちょっと長期戦になりそうだ。引いてよし。オーズがピンチだ。まさかウルトラタイマーが3ターンかかるとはな。まあちょっと第3中継地点を見つけたんで、まあいざとなったらすぐ戻ればいいか。あれ、これは、おお、500円。こういうところに近道はないのかな。とりあえずバルカン使っていこう。うお、強い。2発3発食らうと死ぬな。3発食らうと死ぬってすげえゲームだな。どんだけ敵強いんだよ。歯応えがあるね。歯応えありすぎて全滅してるけど、これはつながるだけかな。あっちと、このね、不意打ちが超辛い。不意打ちされると一気に壊滅状態になるからな。ちょっと待って、考えていこう。こいつとこの組み合わせだな。いて、死んだー。マジかー。一応復活させよう。経験値の兼ね合いもあるから。よし、 OK。 全員11レベル以上になったな。ここでつながって終わりか。でここもつながるだけかな。そうすると、なるほどなるほど。あれ、ここってもしや全部つながって終わり。特に意味ない地帯。早い、このコウモリ男が早い。しかも回復するし。レベルが1上がったくらいじゃなんかあんまり強くなった実感はないな、やっぱり。うおー、ここはつながって終わりかー。ってことは一回帰ろう、回復させに。これボス大丈夫か。そして2軍の選手たちはちょっとレベルの上がりが遅いからな。どうしよう。まあいいか、とりあえずあいつを倒すまではこのメンバーでいくか。まんべんなくレベル上げるっていうのも難しいな。ロストヒーローズ2は多分残ってるメンバーもまんべんなくレベル上がってたからな。 OK、 一ターン、ワンターンキル。ここはなんかすげえ広場だ。クソ、あの野郎どこ行きやがった。なんか妙に静かで不気味だね。隠れて変で出てこんかい。かくれんぼ？おお、やられた。うわ、なんだ？いたたたたた、勘弁してよね。
ウェザードーパントウェザードーパント、ここがあなたたちの墓場ですよ。はぁ、あ、超強いサンダカだ。うわぁ、はっはっは、まんまと罠にかかったな。二人いるのか。てめえ、わざと俺たちをここに。一旦どれだけ邪魔をすれば気が済むのですか、ロストヒーローども。ロストヒーロー？そうです、あなたたちは力をロストしたヒーロー。この世界では大した力もなく、ただ正義正義と嘆くだけの存在。さあ、もう終わりにしましょう。あの方から授かった特殊なメモリーを使ってね。インビジブル。なんだ、姿が見えねえぞ。うわー、いてえ。てか絶対あの左の電話も食らってんのになんでだ。あらゆるメモリーを試してきた私もこれには驚きましたよ。はっはっは、そんな子供騙しが俺に通用するか。変身だ。俺の必殺技パート2をお見舞いしてやる。うお、卑怯だぞこの野郎。はっはっは、俺たちに近づくこともできねえようだな。畜生、稲妻が激しくてどうにもならねえ。このままじゃ拉致が開かない。一旦引くぞ。出たー撤退。まずいな、ウェザードーパントを何とかしないと。けどよ、何か方法はあるのかよ。そうだ、電電センサーだ。あれなら姿が見えるかもしれない。なんだかわからねえけど、そいつにかけてみるか。光が修理してくれている。急いで拠点に戻ろう。ウェザードーパントを倒せ。ちょっと逆側行ってみよう。こっちか。電電センサーね。もうロストヒーローの時から撤退はお得意だったんですね。ピンチになるとすぐ撤退する。まあロストヒーローだからしょうがないか。ん？今宝箱らしきものがあったけどいけない。ああ、ウェザードーパントを倒すとこの氷が溶けるのかな。そうすると結構なんかだいぶ先に行っちゃったけどいいのかな。そんなことなかった、逆側から行けたし。キュアスタン、不意打ちか。間接攻撃がしばらくって。なんだよしばらくって。うわー、こいつスタンさせてくるのか。かなり厳しいな。とりあえず例によって外壁から。おお、宝箱がある。トラカンドライド言えてないし。お、物理攻撃力すげえ、25も上がる。これはどうしようかな。ウルトラマンだな。オーズにしよっかな。悩むな。ちょっとウルトラマンにしよう。めっちゃ上がるんだけど。これはいいものを手に入れた。今後の戦闘が楽になってくれればいいんだけど。これでよし、先手。先手を取れると楽。不意打ち食らうと死ぬ。ん、特になんもねえか。まあマップを埋めていきましょう。こいつと、いや、おお、強い気がするな。これウルトラマンゼロやっぱ入れた方がいいかな。ちょっとウルトラマンゼロ今レベルいくつなんだろう。レベル9とかなはずだな。結局は拠点に戻らんといけんか。よし、なんか最近先手を取れる。ゼータガンダムのね、攻撃力がもう少しあればね、全体的に100与えてるから、せめて70くらいは欲しいよな。拠点に戻るか。60円。あれ？どうすんだ？話すのか？光、電電センサーはできたか？どうした？慌てて。すぐに必要なんだ。ウェザードンパントを倒すために。ふっ、安心しろ。もうできてる。持ってけ。あ、これ電電センサーだったんだ。そのスイッチを押せば隠れた敵をサーチできる。成功を祈ってるぜ。あ、任せとけ。よっしゃ、今度こそ逃がさねえからな。ちょっと待ってくれ、その前に話がある。電王、
これから先は我々と共に行動してくれないか。あ、それはどういうこった。俺たちは君の力が必要なんだ。まあそう頼りにされちゃ断る理由はねえな。しょうがねえな、この俺様が力を貸してやるよ。お、仲間になった。ありがとう、デンウォ。おう、さっさとネガタロスたちを倒しに行こうぜ。仮面ライダーか。チップ報告しよう。なんかあるかな。マラサイ。お、結構手に入れてる。そしてウィークアップ。弱点をついた時にあれか、強くなるか。渾身ってなんだ。ちょっと見てみるか。フォースを弱点をついた時威力が上がる。ヒットポイント1の時、うわ、いらないなこれは。弱点付きだからとりあえずダブルでもな。ダブルというかオーズかな。今仮面ライダーが仲間になったんだよね。そうするとちょっとオーズ外そっかな。じゃあパーティー編成だな。やっぱりゼロ入れよう。ゼロレベル低そうだけど。ウルトラマンゼロ。うわー、デンウォーもレベルが低い。ダメだ、やっぱりメビウス、ゼータ、オーズダブル、これでいくか。ウェザードンパントを倒したらちょっと変えるか。そうするとトラカンドロイドでしょ。で、これはブロックポットでよくて、カズ車か。攻撃力が上がる、関節攻撃力か。まあこっちでいいや、防御力が上がるし。よし、じゃあこれで一旦セーブをしてと。あとやることはないよな。よし、ゲートポートからウェザードーパントのところに行きましょう。集結点3。果たして倒せるかどうかだな。これ1回くらい敵出るか、2回くらい出るか。そこそこの距離がある。1回は出るか。おお、ギリギリ。ははは、バカが戻ってきやがった。今度こそ本当に死にたいようですね。ふん、サンダが今だ。電電センサーを使え。ダブルは電電センサーを使った。何をしているのです。お、見える、見えた。はあはあって、ウェザーが言ったのか。おっと、危ねえ。よ、避けた。そんなバカな、私が見えているのか。ふん、どこから撃ってくるか丸見えだぜ。お、おのれ、そんなもので私の姿が。インビジブルの力が完全ではなかったか。しかし私の姿が見えようが見えないが関係ない。あなたたちはこの手で地獄に送ってあげますよ。1体だよね。うわ、2体だ。もうさっきまでこいつ影薄かったじゃん。ネガ電王どうするかな。音がな、ボスキャラっぽい。ってことは普通にスタンならねえかな。バルカンだな。これはこれだな。効くかな、効かねえかな。光パニックにはならなそうだな。トリガー始まる。80ノームを発生させた。回避率が上がった。マジか。バルカン、何個かミスるな。うわ、ミスった。言うて、くらえ。よし、当たった。スタンにはならないよな、さすがに。君たちは私には勝てない。お前らはただの前座だ。死んでもらおう。喋ってきた。ロックオンしよう。敵全体への攻撃は必ず命中すると。いいね。で、こいつはヒールと。ロックオン。よしよしよし。で、これゼータだけじゃないよね、ちなみに。あ、敵のステータスがロックになってるから大丈夫だ。いってー、これきつい、マジきつい。不調ですね。診察してあげましょうか。倒されるのはてめえだぜ。いちいち喋ってくんだ。バルカン砲で、こいつはライフキットが何個あるか分かんないけど、回復に走るか。
回復に回らないといけないのがきついな。2人頼む。あぶねー。バルカン、これ186強い。ライフキット、ワイルドショット、うわ全体か。これでなウルトラマンがもうダメになるからな。1体ずつ回復していくか。ゼータのバルカン重要だからな。ヒーロー技が使える、これ使おうオーズ重要だな。そうするとちょっと見るか。死ぬなよ。よしよしよし、バルカン、バルカンのくせにめっちゃ強えな。オーズバッシュ、あっちこっち行ったけど楽して助かる命がないのはどこも一緒だな。よし、なんかかっこいい。ついでにこれもスキャニングチャージ、くらえ。よし、超強え。いてえ、こいつも超強え。今回持ち越さないからな。貯めてった方がいいんだろうな、そうすると。自分で回復するか、いや、ディフェンスだな。で、バルカンで。ヒーローはもう使えないか。回復させて、ヒールで回復と。とりあえずな、ウェザードーパントさえ倒せれば。いて、なぜだ 1% も勝つ望みはないというのに。え、そうなの。バルカンでライフキットのヒールと、うおーきつい。これでウルトラマンがでも治ったはずだ。よし、何かついんだろう。メビウスチョップか。バルカン、こいつは回復だな。ライフキットはあと 2,3 個か。わー、ノーム使ってきたか。頼む、倒してくれ。よし、オッケー、あとはお前だけだ。まあ、そうなればな、これを使って回復が1人で間に合えばもう楽だからな。あとはもうバルカン使えねえし。自分で回復、痛い。ウルトラマンがもうスキルが使えなくなると、ゼータガンダムはカスだな。あ、ヒーローが使える、使えねえし。ヒールでちょっとずつ回復していくか。おりゃおりゃ、痛い。ふん、悪の組織は永遠。どうせならウルトラマン狙ってくれ。30ってとんでもねえ弱さだな。オッケー、結構手に入れたな。おお、ウェザードーパンとネガ電を両方手に入れた。これでなんかできれば、うー、だがすでに時の狭間への道は塞がれたのだ。ははははは、爆発した。何か落ちている。予備のライナーパスってやつだな。返してもらうぜ。なんでこれは爆発しなかったんだ。とんでもねえ耐久力だな。こんなところで死ぬものか。くわー、何、まだ全然力残ってんじゃん。ウェザードーパント、まだこんな力を。うおーん、その時エンジン音が響いた。アクセルか。誰だ。ウェザードーパント、アクセル、すべて振り切るぜ。弱ったところを狙い撃ちにするヒーローらしからぬ行動だなこいつ美味しいとこだけ持ってく。なんだそのガイアメモリは。逃がさん、は、早い。いや、攻撃が見えない。
ウオ、クハ。トライアル、マキシマムドライブ。9.8秒。それがお前の絶望までのタイムだ。く、先に地獄で待っていますよ。うわあ。やったぜ。メタスは？おい、奥に誰かいるぞ。みんな。メタス、大丈夫か？うん、私。ウェザードーパントの消滅によって、メタスは恐怖の感情から解放された。おーい、あれ？なんだよ、もう終わっちまったのか？で、取り返してくれたんだろうな、予備のパス。メビウスは予備のライザーパスを電王に渡した。おう、ありがとうよ。んじゃあ、俺たちは行くぜ。時の運行の調査をしなければならないからね。短い間やったけど、世話になったな。バイバイ。それぞれ目的は達成できたようだな。助かったぜ、アクセル。勝てたのはトライアルメモリーのおかげだ。偶然こいつを見つけたからよかったが、どうやら俺たちのなくした能力もこの世界に取り込まれてしまっているようだ。なるほど。この世界で戦い続けるにはそれらを取り戻していかなきゃならないってことだね。だあ、おめえらまた世話になるぞ。どうしたんだ？どうもこうもねえよ、帰れねえんだ。ネガタロスの言ったことは本当だったみたい。この世界の敵を何とかしないことには帰れそうにないようだね。すぐ戻ってきたな。せやからまた一緒に戦わせてもらうで。よろしくね。なんだかわかんねえけどよろしくな。さて、残るは1号と2号の救出だ。急ごうぜ。そうか。おお、まだ敵がいそうだ。ウェザードーパンとネガタロス、お前たちの働きは決して無駄ではない。戦いのデータは我らが目的のために大いに貢献するだろう。仮面ライダー1号2号の安否、とりあえず一旦戻ろう。ウルトラマンゼロレベル10、よーし。とりあえずブリーフィングルームでチップの報告。何にもねえというところで、じゃあ今度こそ1号2号の安否を確かめに、次回やっていこうと思いますので、今回はこれで終了します。